っていうことで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z、プラレール Z 合体、シンカリオン Z ドクターイエローから Z 光線モード、超絶合体 B5 ドクターイエローを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z、シンカリオン Z ドクターイエローから Z 光線モード、そして超絶合体 E5 ドクターイエローを紹介していきたいと思います。って感じでね、今回でドクターイエローの動画は3本目になりますが、ラベルの貼り方、さらに新幹線モード、シンカリオンモードの動画に関してはね、もうすでに公開されているので、そちらの変形方法の方をね、確認したい方はこの動画のね、説明欄の方に、リンクがございますので、よかったらそちらの方から見てみてください。最終的にね、完全版として1本の動画にもしようと思っているので、もう少々お時間をくださいといったところで、早速、今回はこちらのモードから始めていきましょう。Z 光線モードの組み立て方ということで Z 光線モードに変形していきたいと思います。ドクターイエローモードチェンジします。シンカリオン Z ドクターイエロー。よし、それじゃあ Z 光線モードの方に変形していきましょう。で、前提としてね、トリセツにもあるんだけど、シンカリオンモードの状態で始めてください。じゃないとね、トリセツと照らし合わせながら変形するときに、あれってなっちゃうので、必ずシンカリオンモードの状態で始めてください。で、さらにっていうところでね、変形方法の方は他のモードの時と同様に、トリセツの手順に沿って変形していきます。なので、今現在何番の工程を行っているのか、この辺にね、表示させておくので、トリセツと照らし合わせながら動画の方を見ていただければと思います。はい、そんな感じで早速始めていきましょう。まずは1番の工程。1番はね、もうシンプルにパーツを取り外すだけです。腕の部分だね、両腕を取り外して、で、足の部分も同様に取り外していきます。はい、そんな感じでね、ここから変形が始まるような感じなんだけど、じゃあね、2番の工程を始めていきましょう。変形するのはこちら、1両目アーム。肘の部分を曲げて、肩を回します。で、パネルをスライドさせて、拳も回します。で、前腕部分を引き上げて、ジョイントを下げる。こんな感じ。新幹線モードの状態に戻すイメージだね。で、もう片方も同様に1両目アームの肘を曲げて肩を回して、で、パネルをスライド。拳部分も回したら、前腕部分を引き上げて、ジョイントを下げる。はい、これで1両目アームの変形は完了です。で、次はね、トリセツ的には3番の工程だね。変形するのはこちら、5両目フット。パネル部分を閉じて、で、足を倒します。で、つま先を上げて、パネルを閉じる。これも新幹線モードの時と同じ感じだね。で、反対側も同様に、パネルを閉じて、足を倒す。で、つま先を上げて、パネルを閉じる。はい、これで5両目フットの変形も完了です。で、次が4番目の変形工程だね。やっとね、登場しました。2両目。2両目なんだけど、まずはね、台車部分を取り外して、パーツを2つに分けます。で、さらに、それぞれのパーツにね、分けるような形で取り外して、で、7番の工程。変形するのはこちら、2両目大アーム。これはね、1両目アームと同じような変形方法なんだけど、前腕部分を引き出して、肩を回す。で、拳部分も回したら、今度はね、この部分だね。ここにこちら、2両目カバー。2両目カバーをこの向きで、こんな感じに取り付けていきます。はい、こんな感じ。で、もう片方も同様に、前腕部分を引き出して、肩を回して、で、さらに、腰部分も回します。そしてこちら2両目カバー。2両目カバーをこんな感じに取り付けたら、2両目大アームの変形も完了。ここまで大丈夫でしょうか？次が8番目の工程だね。これもね、変形に初めて登場します。4両目。4両目も台車部分を取り外して、で、パーツを分けるんだけどね、分けた時に、この部分、ここがね、カチッと言うまで、完全にね、カチッと言うまで引き出してください。カチッとならなかった時はね、やり直しが必要なので、また同じようにね、くっつけて、引っ張ればいいだけなので、そんな感じに分けていきます。でね、ここにある4両目大フットパネル、これをね、取り外していくんだけど、まあ難しくはないんだけどね、取り外した後になくしちゃいそうで怖いパーツではあるよね。で、反対側も同じように4両目大フットパネルを取り外して、で、取り外したね、4両目大フットパネル、これを4両目大フット、こちらにねというかね、この部分に取り付けていきます。で、本来であればね、この後つま先を引き出したりするんだけど、なくすのが怖いからね、もうこの段階で、もう片方にも4両目大フットパネルを取り付けておきます。はい。で、取り付け終わったら、つま先を引き出して、足全体だね。足全体をこんな感じに引き上げていきます。よし、こんな感じだね。もう片方も同様につま先を下げて、足全体をね、引き上げていきます。Z 補線モードの変形工程としては4両目フットが一番工程数は多いかもしれない。で、次が13番目の工程になるんだけど、今度はね、今変形した4両目大フットのこの部分。ここにこちら。5両目フット。5両目フットのこの部分だね。ちょうど足の裏になってる部分。ここの穴の部分と合わせるような形でね、ぐぐっと押し込んで取り付けていきます。で、反対側も同様に4両目大フットのこの部分に5両目フットをこのように取り付けていきます。って感じでね、これで4両目大フットの変形は完了です。なので、ここまで来たらもう、あとは大詰め。次は14番目の工程。もうね、あとはこれまで変形させてきたパーツを合体させていくだけなんです。っていうことで、まずは、2両目大アーム。2両目大アームを取り付けていきます。反対側も同じように取り付けて、おー、やばいね、かっこいい。で、完成間近なので急ぎましょう。今度は4両目大フットだね。4両目大フットをこんな感じに取り付けていきます。まあ、取り付け方はね、基本的に Z 合体の方法と同じです。はい、ここまで来たらもうほぼほぼ完成。9割方完成だね。で、次が16番目の工程。ここではね、3両目ヘッドギアを取り付けるだけなんだけど、一応ね、どこから取り外しているのか、映しておきます。3両目から取り外していきます。で、取り外したヘッドギアを、ここのラインだね。ここに溝があるんだけど、そこに合わせる形で、こんな感じに、取り付けていきます。はい。で、これで完成かと思いきや、もう大事な武器があるよね。見抜く2ショットガン。これをね、パワーアップさせていくんだけど、まあ、変形方法はすごく簡単で、この部分だね。ここに1両目アーム。1両目アームを取り付けていきます。拳部分をちょうどこう、持たせるような形って言ったらなんか違うけど、こんな感じに押し込んでいきます。はい。これで17番目の工程も完了です。少しね、細かいようだけど、角度的なところとかね、ジョイント部分とか微調整してあげるとベストかなと思います。あとは、右手拳部分にロングレールソード。さらに、左手の拳部分には、今変形した射抜きショットガンを装備させたら、シンカリオン Z ドクターイエロー、Z 補線モードの完成！はい。っていうことで、ドクターイエロー Z 補線モード、かっこいいね。いや、かっこいいのもそうなんだけどさ、やっぱ両腕両足を武装強化しているっていうこともあって、大きさの方もだいぶ変わったよね。ってなると、無印のドクターイエローとどっちが大きいんだろうって気になりませんか？はい。あ、無印ドクターイエローでかすぎ。やばいね。まあ、圧倒的に大きいもんね。そっかそっか。やっぱね、Z に登場しないのはもったいないな。確か前の動画でもそんなこと言ったと思うんだけど、すごくもったいない気がする。Z ではどうなんだろうね。このくらいの大きさのシンカリオンとか登場しないのかな。まあちょっとね、公開されていないシンカリオン Z っていうのも、まあ公式のね、サイトの方にもありましたが、やっぱ今後の展開が楽しみなところだよね。で、あとは可動箇所だね。ご覧の通り、まあ大きくなったから、Z 補線モードになったからといって、特にね、制限もなく、むしろね、射抜きショットガン。ここはね、ポージング決めても、ダランって下に落ちたりしないんですよ。まあ、ダークシンカリオンの時はね、デビルモードで、ちょっとね、下がったりなんかしちゃったんだけど、そこら辺ね、これは改善されたんだと思います。あとはね、下半身。まあ、特に足回りなんだけど、ここもね、武装強化されたとはいえ、もうここも変わりなく、問題なく、一切の制限なく、これまでのシンカリオン Z 同様に動かすことができるんです。あ、でもね、一つ言うんだったらヘッドギアの部分だね。ここがね、手にした方はもうご存知かとは思いますが、ちょっと外れやすいんだよね。うん。で、これに関して言うんであれば、まあ、ダークシンカリオンの時もヘッドギアはこうでした。はい。無印の時はね、そんなこともないのかなと思ったけど、何か形状的な都合があるんだろうね。で、これは、外れやすいのはね、全然不具合じゃなくて、トリセツにも説明があります。16番目の工程のところだね。ここにもあるんだけど、ヘッドギアは多少の反り、ねじれがありますが、不良ではありません。手などで形状を整えてから取り付けてくださいといったところで、ほんとね、ちょっと外れやすいのは外れやすいんですが、不良品ではありません。はい。多分ね、遊んでいくうちに、どんどん広がっていくとは思うんです。そこでジョーがおすすめしたいのは、3両目カバー。もう使用してない時はね、シンプルにここに収納した方が型崩れは防げると思います。トリセツにあるようにね、手で形状を整えるのも全然ありだと思うんですが、やりすぎちゃうとね、まあ、負荷がかかって白くなって、そのうちポキってなっちゃうこともあると思うんです。だからシンプルに使用してない時は、3両目カバーに収納した方がいいんじゃないのかなと、ジョーは思います。まあ、あくまでね、参考までにといったところではありますが、何かね、ベストな方法がある方は、ご存知の方は、ぜひバイキンのジョーに教えてやってください。といったところでね、Z 補選モード。見た目はね、これだけじゃないんですよ。Z 補選モードになったからこそできる、形態というかね、状態があって、それがね、両肩部分のパネルを開くことで、両側のね、パネルを開くことで、減速ミサイル、発射状態をね、再現することができるんです。これもね、すごいよね。すごいってね、まあ、見た目のかっこよさはもちろんなんだけど、こことかね、まあ、もしかしたら、ラベルだった可能性もなきにしもあらずですが、そうじゃなかったからね、もうリアル感がさらに増し増しと言いますか、もうシンプルにめちゃくちゃかっこいいです。はい、そんな感じでね、もうめちゃくちゃかっこいい Z 補選モードですが、これがね、さらにめちゃくちゃかっこよくなっちゃうっていうんだから、もうアニメ通りにきっとなるんだろうね。まあ、そこら辺の期待も込めつつ、次はこちらのモードに変形していきましょう。超絶合体の組み立て方ということで、E5 ドクターイエローに変形していきたいと思います。はい、それじゃあね、超絶合体の方を始めていきましょう。で、超絶合体もね、取扱説明書の手順通りに変形していくので、この辺に何番の工程を行っているのか表示させておきます。なので、取扱説明書とね、照らし合わせながら見ていただければと思います。はい、そんな感じで早速始めていきましょう。まずは1番の工程。ここから3番目の工程まではパーツの取り外しだね。ヘッドギアを取り外して、ウイング部分も取り外して、で、3番の工程で両腕。さらに上半身部分だね。上半身部分を取り外していきます。で、取り外す前に、まあ、最後にね、また取り付けはするんだけど、武器パーツ。これはね、一度取り外しておいた方が変形しやすいかと思います。はい。で、腕を取り外して、反対側の腕も取り外して、上半身部分だね、上半身部分も取り外していきます。そして取り外したパーツの中から1両目ボディ。これをね、新幹線モードの状態、に戻していきます。頭を閉じて、ハッチも閉じる。で、今度はウィングから随動キャノンを取り外して、で、取り外したところに6番の工程、1両目ボディ。この部分だね。こことここを合わせて、こんな感じに組み合わせていきます。ここはシンプルに押し込むだけだね。うん。で、組み合わせたら、今度はこの部分。ここに随動キャノンを取り付けて、で、一応ね、これも向きに注意しながらだね。穴がある部分が下に来るように、こんな感じに取り付けていきます。はい。ここまで大丈夫でしょうか？これでね、大まかなところで、ドクターイエローの超絶合体の準備の方は完了なんだけど、いよいよ登場だね。こちら。シンカリオン Z、E5、はやぶさ。はやぶさもね、超絶合体の準備が必要です。で、トリセツにはね、特にここに関しては詳しく書いてなくて、E5 はやぶさの取扱説明書をご参照くださいとなっていますが、シンプルにね、E5 から使用するのは、エキスカリバーと上半身部分。だけです。だからね、これといって難しい変形は全然なくて、もうシンプルに各パーツごとに分けていく、そんなイメージをしていただければ大丈夫かと思います。上半身を取り外して準備は完了。あとはパーツを取り付けていくだけだね。はい、一応ね、これが超絶合体に必要なパーツ、一覧でございます。皆さんお手元に一緒にね、変形している方はお手元にご覧のパーツが出揃っていますでしょうか。っていうことで、続いては8番の工程。シンカリオン ZE5 はやぶさのボディに2両目ダイアーム、ドクターイエローのね、2両目ダイアームを取り付けていきます。取り付け方法としてはね、Z 合体と同じ要領です。はい。で、取り付けたら9番の工程。今ね、完成させたボディ部分、上半身部分と下半身部分を合体させていきます。合体させたら、10番の工程。7番のね、工程で組み上げたパーツ、ウイング部分を取り付けていきます。で、作業は大詰め11番目の工程。こちら3両目ヘッドギア。3両目ヘッドギアを E5 はやぶさに取り付けて、ラスト。右手拳部分にトングレールソード。左手拳部分に犬釘ショットガン。さらにエキスカリバーを取り付けたら、壮絶合体。E5 ドクターイエローの完成！シンカリオン ZE5 ドクターイエロー。さあ、いかがでしょうか。超絶合体 E5 ドクターイエロー。いやー、やっぱかっこいいね。うん。女王はね、この手の合体が好きで、無印の時のね、リンク合体だったり、クロス合体、オーバークロス合体とかすごく大好きだったんだけど、やっとね、こういった合体。もちろんね、在来の後の Z 合体も好きですが、やっとこういった合体が登場してきたなって、すごく嬉しく思ってます。で、基本的なね、可動箇所に関しては、これはね、Z5000 モードとほぼほぼ変わらないんです。変形してみてね、皆さんもそう思ったかと思いますが、ほぼ変わらないので、遊び方っていう、遊ぶっていうポイントにおいては、Z5000 モードと変わりなく、多彩な可動箇所で、プレイバリュー豊富な可動箇所でね、遊ぶことができます。で、さらにっていうところで、今回はね、取扱説明書の方にも E5 はやぶさとの超絶合体が紹介されていたので、今回は E5 はやぶさと超絶合体しましたが、そうなんです。もちろん他のシンカリオン Z とも超絶合体できるんです。今はね、敵として戦っているダークシンカリオン。ダークシンカリオンもできるんですよ。ね。いつかこういう日が来るんじゃなかろうかというね、希望も込めながら、はい、超絶合体してみましょう。じゃん！どうですか？めちゃくちゃかっこよくないですか？もうこれが一番最強なんじゃないのかななんてジョーは思ったりなんかしちゃうんだけど、こういった感じでね、他のシンカリオン Z とも超絶合体できるので、ドクターイエローをね、ゲットされた際はいろんなシンカリオン Z と超絶合体をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z、シンカリオン Z ドクターイエローから Z 補選モード、超絶合体 E5 ドクターイエローの紹介でした。はい、そんな感じでね、撮影の方がいろいろ遅くなってしまっていますが、こちら、500ミュースカイタイプエヴァだったり、H5 はやぶさ261北斗など、今後もね、続々と公開していこうと思っているので、よかったらチャンネル登録をして待っていただければと思います。そして、バイキンのジョーのチャンネルではね、シンカリオンの動画は、シンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広く、たくさんのね、動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画も、お楽しみに！バイバイキーン！最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。